あるね、まだ。なんか。ありますよ。あるね、なんかもう、はい、もう、そういう、来るんですよ。はい。来るんですよ、こういうのが。何が来るんですか。はい。何が来るんですか。はい。ということで、告知です。はい。何帰ってきた、はあ、シバマタマットコンテストということで、シバマタマットコンテストのタイトルがようやく決まったということでね。いいですね。いやもう、ね。いや、ありがとうございます、本当に。あれ、ね、あれえ誰え誰誰誰誰誰男の人がいる誰誰誰誰男の人男の人がいるですか。すいませんすいませんどうもすいませ ん, いいん、ね、自己紹介忘れました。あの R1 グランプリ1回戦敗退神永匠でございます。よろしくお願いいたします。違うあのしますその説明の仕方だと絶対マイナスになるからやめた方がいい。やめますファンです本当に。いや嬉しい。それも違う。それも多分違う。ありがたいですね。嬉しいです。ありがたい。いやスポーツはどうでもいいんですけど。そんなわけないっていうのも失礼になるけど、そんなわけないだろ。尺もねあんまないで急ぎ目でいきますけど、一個だけちょっといいですか。あのタイトルが、はい、一個だけ、はい、あのなんでスモーク上からなんですか。キムニがスモークじゃなくて加湿器を焚いてますので、ありがとうございます。わざとじゃないんですね。いい雰囲気にしてただけ。いい雰囲気の映像の加湿器を、ね、焚いてます、まあ、大変な環境の中でやられてるってこと、はい、いい雰囲気の映像の煙じゃないんだこれ。まあちょっとねコメントでも否定意見がね多かった人ってねちょっとコメントが来てますんで、ほどほどに。尺がね、ありましたけどね。おかげさまで、あの、シバマタマットコンテストの方が、ちょっと大枠が大体決まりまして、はい。先月ね、やるって決まってね。そう、2月の頭くらいには、ちょっとホームページで大枠を説明できればなというふうに思ってます。はい。ホームページがあるんですね。今のオートマット企画では。確かに。すごいね。本当に。準備のハードルが上がって。なんかね。一時さんがいろいろ準備しすぎるから、あの、私とかもやら作らないといけないものが多くて大変なんですから。大変なんですから。いやでも、期待がすごい高まるですね、これは。確かに。うん、じゃ2月頃から動き出すって感じなんですかね、こちら。まあそうですね。まあ本当に、だ2月頭に、まあ間に合えばいろいろ作品募集とか、まあ言ってしまえばいろんな、なんて、提出フォームみたいなのもちょっと出していければなと思ってるんですけど、大きくちょっと発表。発表を1個できればなと思ってまして、はい、うんうんうん、ちょっとあのここでになっちゃうんですけど、一応今回もって言ったらあれなんですけど、大きく2つ、うん、で1つ目はですね、あの柴又観光協会から今回も、うん、商品が出ることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。柴又観光協会の方、ありがとうございます。いや、すごいことですよこれは。ありがとうございます。本当にありがとうございます。みんなみんなま、あ、祭りじゃ、祭りじゃ。すごいね。レイス団子くずみんなで。いけー。一応、ね、来週あたりにですね、あの、観光協会の方に、あの、挨拶プラス撮影に行ってまいりますので、まあ、ホームページに、まあ、それもこう、上げて、同時にもう素材として使っていっていいみたいな感じでしょうかな。なるほど。もう順次、じゃあ、素材がどんどん公開されていく。感じなんですね。そうですね。専用チャンネル作って公開していこうっていう感じですね。すごいな。もう一個ちょっと発表できることありまして、はい。さらに、ちょっと今回はあのオトマット作者じゃない人にも参加してもらえるようにしようということになりまして、はいはい。っていうのもあの柴又の現地を撮影して参加できる賞を用意しました。あ、なるほど。すごっ。実際柴又に行っていただいて、その映像が素材にもなるし、あのそれであの景品ももらえます。商品も出るんですね。それで取るだけです。素材提供でもコンテストとして参加して、そちらでも賞がもらえる。そうです。あのただ勝手に投稿するんじゃなくて、うん、一応専用フォームに投稿してもらう形というか。なるほど。ちゃんとこう、うん、許可は取ってますよみたいなチェックだけ入れてもらって、そこにアップロードしてもらう形にはなるんですけれども。すごいですね。下車作者の皆さん、参加できるという。下車作者の皆さん聞いてますか。ああそうだそうだ。撮影のプロたち、ね、撮影のプロですよ。あの人らはそうだそうだ。ちゃんと許可取ったものを素材に使ってもらえますし、自分で許可取りに行って取ったものも OK です。あ、なるほど。お店とかでそのなんか
行ったりとか許可取って取ったりとかも、ね、取れる場所みたいなやつもちょっと作っていこうと思ってますんで。いやすごいな、真面目にちょっとちゃんと進んでますので。すげー、ピーマンよりも私を応援してください、よろしくお願いします。いやなんか本当にマットとマットとマッチョコシが首を応援してください。いやもう頑張ってください。政治家かな。、はい。いやすごいな、いいのか。景品もね、あの観光協会さんの方がなるべく多めには準備しますって言ってたんで、おお、なんとか1個2個じゃなさそうな感じなんで、よろしくお願いします。本当にね、いや今までここまでですけど、秘密にはだいぶ大きな発表いろいろできると思いますんで、皆さん来月も忘れなくよろしくお願いします。いやー楽しみだぜ。私の X の方であの報告していきますので、随時あちゃんとご覧ください。よろしくお願いします。はい、という感じで、しもまたマットコンテストも動いてますよ。いや YouTube チャンネルでもあの2月頭くらいに詳細の動画ちょっと作りますんで、でそれと同時に柴又のコンテストのチャンネルも一応作る予定にしてますんで、よろしくお願いします。はい、すごいな、真面目にやってますんで。いいな、今度楽しみやってきますよこれは。うん、本当に本当にあの私も大人になったなっていうところですね。いいですね、いいじゃないですか、大人になりました。うん、ちゃんとね、感じで、あのこのあの配信やりますってのも先方に伝えてるんですけど、今日はマジでふざけないでくださいって言われましたんで、はい。そうなんだ。だから今日すいません、なるほどなるほど、すいません、だから今日だから今日許してください。だから今日清掃なんですか、もしかして。なるほど、清掃でやってます。ちょっと真面目にやってますんで、すみません。尺取るのも荒れすぎなんですけど、本当にまあ今日発表できるのはここまでなんで、はい、なんとかまたお楽しみに、皆さんよろしくお願いします、ね、本当に、はい、楽しみ、めっちゃ、ね、本当ね、とりあえず告知以上と、なんかもう一個あるらしいですよ。え何なんか多すぎなんだって。まだまだあるし、なんか、はい、映像らしいです。こっちも映像が来るよ。映像らしい。映像が届く。じゃあ、ちょっとこちらどうぞ。